リリンハローパルダレールリリンパラレルのリントです。久しぶりのフィギュアの開封動画でございます。久しぶりにレビューですね。はい、本日はこちら仮面ライダーギーツマグナムブーストセットということで RCF リボルブチェンジフィギュアシリーズから出た今回の仮面ライダーギーツのフィギュアでございます。ちょっとこれ欲しくてね、ちょっと探していて手に入れたものになります。早速開けて中身を見ていきましょう。話によるとね、これで、ね、1個のフィギュアがこうひっくり返ってこっちとこっちになるみたいなんだけどね、すごいなぁと思って。で、今後発売するブーストライカーエントリーセットっていうのを買うとエントリーの時の体が半分ついてくるみたいです。エントリーっていう状態だと真っ黒なんだよね、体が。でこの部分がねバイクと一緒にセットでついてくるみたいです。エントリー状態の、ギーツとかもできますね。まあ、2個買わなきゃなんないけど、これ。ここだけ売ってほしいな。バイク2個もいらないんだよなって感じです。で、このパーツが入って、ひっくり返したりできるみたいです。早速じゃあ開けていきましょう。もうここね、切ってあるんで、開けるだけなんですけれども。さあ、どんな感じかな？噂によるとヘルメットのこのパーツか。これね、ヘルメットね。これがね、取れやすいという噂です。中身はこんな感じ。上半身が2つと、鉄砲っていうか、これあれね、マグナムシューター 40X ね。と、マフラーパーツがついてます。そしてヘルメットパーツになります。ちょっと不思議だよね。上半身が2個ついてるのが。早速、見ていきましょう。これがヘルメットか。ちょっとまずヘルメットの、緩みというか、それを見てみようか。よいしょ。確かにね。ちょっと緩いね。まあ、こういう時は、これだ。謎のものだよね、これね。これにね、私、ひっつき虫っていうのをずっと入れてて、まあ、簡単に言うとちょっと練り消しみたいな感じのものなんだけど、これをね、つければ問題ないでしょう。ひっつき虫をちょっとちっちゃめにして、この頭にね、ピトって見えないところにね、つけて、これでギュッと、ひっついてもらえば、はい。問題なし。で、このひっつき虫ね、便利でね、ポロって、危ない。取ったとしても、こう、スッスッスッってやるとね、簡単に取れるんですよ、これ。はい。なので、このひっつき虫、一番いいですね。頭につけて。まあ、この緩みぐらいだったら、ひっつき虫つけながら遊ぶで、私はいいでしょう。なるほどね。こうなると。はいはいはい。次はこっち、こちらですね。よいしょ。ちょっと箱だけ蓋だけ閉めとこうかな。よいしょ。こっちにつけてみようか。これちょっと取って引っ付けましょう。ちょっと取れない。取れた。よいしょ。はい、こっちはどうだ。こっちもちょっと緩いね。ぬるって。まだでもこっちよりはいいかも。こっちよりはこっちの方が入り具合がいいね。でもつけるときはひっつき虫必須だね。ひっつき虫はもうこのヘルメットの中の方に、ヘルメットパーツの中にね、仕込ませておきましょう。はい。で、マグナムシューター 40X。もうこれはロングの状態。あ、違う。ヒンジパーツがついている。ここに。ここ。ことは、すごい。このちっちゃいフィギュアなのに、塗装はないけどね。白い成型色のままなんだけど、ちゃんと、普通のね、ハンドガンモードとロングバレル状態と両方できるようになってる。あ、しかもここにこれついてるから、ベルトの、横のこの穴にちゃんとはまるようになってますね。そしてマフラーパーツ。マフラーはどうつけるんだ？あ、ここか。
この穴にぶっ刺す感じ。うんと、すごい刺しにくい、これがめっちゃ刺しにくいよ。これめっちゃグッとやんないと刺さらない。あ、刺さった。はいはいはい、これマフラーパーツすぐ取れるな。あー、なんかね、ちょっとここを削りたい。カッターとかでヤスリでもいいな。ちょっと削った方が入るかな。あとはもう入り口のこっち側を、こっちのこの受けの方ね、をドライヤーかなんかで温めて、ちょっと広げた方が入りやすいかも。では早速、これをね、下半身と上半身にしていきましょう。まずはマグナムブーストにしようかな。でマグナムブーストでどうやるんだ、ちょっと説明書も見ないでいけると思うんだけど、これをカチャンと合わせる。この時点ではちょっとキモいね、これね。これはすごく気持ちが合うね。マグナムブーストがどんな感じかだけ見たいから、こういう足の状態ね。はいはい。ってことはこれを、あ、はいはいはい、ここがパチンと外れます。ここに受けのジョイントがあるね。この突起がこうカチャンとはまるようになってるね。はいはいはい。で持っていって、あ、するとね、ここに受けと凸がありますね。でこれでカチンとはまると。でこれどうすんだ、このまんまこうすんのか。はいはいはい。ちょっと顔を隠せるのね。まあ、もこっとはしてるけど。でこの状態でこう戻して、足をまずまっすぐ、はいはいはい、足をまっすぐ。でこれが横の足のアーマーね、ここになるので、グイッと回転。おお。でこっちもグイッと回転。あ、そうしたらもう膝アーマーがつくんだね、ここにね。で足をこのままこっちに持ってくるのね。はい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 。こう持ってくると、でこっちの足もこっちに持ってくると。おお。するとブーストのこのマフラーパーツがここに来て、で手だった部分がこうやると、あ、ちゃんと足っぽくなる。まあよく見るとさ、手の造形入ったまんまだからさ、あれなんだけど。おーおーおーおお。自立安定性は悪い。ほん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 。そしてマフラーパーツを後ろにグッとグッとはめてあげて、でこのメットパーツを上からグイッとしてあげると、ギーツマグナムブーストフォームの完成ですね。ちょっとポージングがあちこち動くもんだから、逆にちょっとあれだね、しっかりとした自立を出すのは難しい。あと武器をねこっちに持たせて、ちょっとスラッとした巣立ちをさせるのはバランスが取りにくいかも。ちょっとね、関節が多くてですね、自立安定性がね、ちょこっとだけ悪い。いくよ、手離すよ、この状態で。いけた。けど、ちょっとダサい。こうして、少しだけこっちに向かせるか。で、顎を引いて。むずい。で手離すとこうなるちょっと自立安定性だけ悪いからね。それやったらほら、ここの胸の部分のパーツが割れた。まあこんな感じでございます。ただね、可動範囲が広くて、腰のここに可動域がね1個こういう風な感じでついてて、腰可動、
足前、後ろ、あ、後ろ行かない、後ろがちょっと行かない、これ後ろはね、あ、後ろは無理です。うん、これ前、後ろ、うん、後ろはね、ここのお尻に引っかかっていかないね。あー、なるほどなるほど。ね、ジョイントがね、ここの前側についてるんだね。見えるかな、前側についているんでね、後ろ側にやろうとするとここの干渉部分が多くて、あの、干渉しちゃいますね、ここ。だから後ろにはいかない。でも、開脚はすごくいくし、ここの可動があるおかげでちょっと強引だけど正座っぽいことはいける。ちょっとおかしな関節の状態だけどね。ただ飾る時には膝立ちポーズとしてね、こういう感じで、こういう感じの膝立ちとしてね、使えなくはない可動域かなと思います。そっか、ここ二重関節になるのね。ここの膝関節がここ一個なんだけど、プラス、あの、ここに腕だった時の関節パーツがあるんで、腕だった時の関節パーツも曲がっちゃうと、ね、二重関節みたいにはなってるんだけど、まあ、膝立ちポーズの時にはいいんじゃないかなと。これは悪くはないと思います。あと、ここに、このブーストの部分が回転すると。これただあれだね、突起で刺さってるだけだね。で、足首はこんな感じで、グリグリと。元手だったパーツなんだけどね。で、上半身は、普通に一回転するし、真横にもちゃんと、向く。ああ、やっぱりマフラーパーツ取れるね。一旦マフラーパーツ取っときます。はいはいはい。で、これでいくと、この状態だとこうで、こうで、こうして、ちょっとね、後ろにグッといかないんで、横に逃がす形を取って、ライダーキックポーズはいけるね。こういう感じで、こんな感じのライダーキックポーズはいけます。うんうんうん、なるほどなるほど。ちょっとね、そこだけが難点の場所かな。しって言うと難点は、あの、この足が後ろにはいかないので、なんだろうな、そこぐらいかな。それ以外はかなり動く。まあ、ただかなり動きすぎるおかげで、ここの関節とかがね、ちょっとね、強いわけじゃないので、巣立ちさせたいときに、巣立ちさせようとして、こう、ここをね、手をね、下に下ろしたりしたいなってやるときに、胸が割れることはある。ただね、その関節がいろいろあるおかげでですね、自立安定性はちょっとないかな。ほらね、あとね、背中にこの頭のパーツが来てるからちょっと重いんだわ。だからスタンドがなんかで支えてあげた方が巣立ちはしやすいかな。なので、あの、ポーズ決めてただ巣立ちさせるっていうのはちょっと難しいかも。あ、今できてるけどね、マフラー取れてるんだけど、ちょっとマフラーつけた状態で、ちょっとポージング決めようか。あ、でもあれだね、このポーズというか可動域のおかげで、ポーズのおかげで、ポーズというかこの可動域ね、おかげでこういうポーズいけるね。あの、スナイプするような感じのね。
もうちょっとこういける？あ、いける。あ、すごい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 。ちょっと何してんねんって感じかもしれないけど、はい、スナイプしてるポーズねが少し取れます。はいはいはい。であとは大きくねこう横を向いて打つポーズとかもねいけるし、おー、あとはこの状態でね銃を構える、もう構えるのだったらこっちの方がいいか。で手首ちょっと曲げて、はい、うまくやれば自立するね。ちょっとやっぱり関節がいっぱいあるからちょっと自立難しいけど、うん、あ、サムネにいいんじゃない、これかっこいいでしょ、かっこよくポーズ決まったんじゃない、なんやかんやで。はい、ってところですね。じゃあ次、ひっくり返してリボルブチェンジをしていきましょう。メットパーツを取るんで中のひっつき虫さんをもう一回くっつけて、では手に持ってるパーツを取ってリボルブチェンジということで、これを取ってで、こっちが下半身になります。カチャンと、そしてこれをくるんと。ではまず下半身から作ろうか。これをね横に逃がす、でもね下に持っていって横に逃がす、そしてこれ膝のアーマーにね、さっきまで肩パーツだった部分が膝アーマー、そして胸だった部分が横のパーツにねなって、でこの状態でくるんと、はい、これもこの状態でくるんと、でさっき腕だったところを足に、さっき腕だった部分を足に、そしてさっきまで足だった部分のアームをくるんと回転させると、これで胸パーツ、そしてこの状態から横に足を、この膝をね、元膝だった部分を横にやると肩アーマー、この状態で後ろからこれでカチンとくっつくかな、くっついた、これで、はい、上半身になりまして、でこの頭を格納、格納、そして腕のパーツをこれを横に回転します。はい、こっちも横に回転、そしてさっきまで、足だったところを腕に、こっちも足だった部分を腕に、そしてこれマフラーはつけてるのかな、これつけてるね、マフラーをつけて、上げてこの状態でメットオン、おーすげー、これでマグナムブーストではなくてブーストマグナムフォームになりました。でブーストマグナムフォームの時は銃を使ってるイメージがないですが、銃はちょっとここの横にねマウントしときましょう。ここの穴にね刺さるんですよ、ちょっと。すげー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 、はいはいはい。でこの状態だと結構ライダーキックとか瞬発的なね動きをすごいしてたので、まあ、ちょっとね後ろに足をやれないのだけがちょっとストレスかな。ダッシュポーズっていうのをした時にちょっと足をね後ろにやりたい。もしこれ自分で改造するんだったらここをね、ここ後ろ足の俺のここの部分ね、この干渉しちゃうここの部分をラウンドさせて、ちょっと、はい、すみません、途中で切れちゃったみたいな、ちょっとねトラブルが起きてしまって、で今ちょうど足のねラウンドの話、そうここをね少し自分で切ってあげてラウンドすると、後ろに足を持っていくっていうことはできるかなと。干渉する場所をなくすってやつね、
ただ今の状態だと干渉する部分は絶対にあるので、これだとねもう これぐらいしか後ろには下がらないです。しかもギチギチギチっていうからね、壊れそう。ここぐらいだな、本当の不満点。それ以外は全然、可動域むしろすごすぎるし。でまあこっちでもしやるポーズとしては、まあこれもこれもちょっと一旦外すと、多分一番はこの状態でねライダーキックを決めてることが多い気がするので、こっちじゃないかな。でもなこっちだとバイクに乗ってる方が多かった気がするな。うん、あとはナーゴとかね、あとはナーゴぐらいが今使ったの。次バッファが使うっぽいけど、ブーストはね必殺のものっぽいんでね、いろんな人が使ってるんですけれども、この状態でなんかしてるっていうのはあんまり見ないかな、今のところね。でもこういう感じで肩アーマーもねしっかりついてっていう感じで行えます。で最後戻しましょうか。よいしょ。戻すのもね結構簡単で、くるっと、はい、くるっと、はい、ここもくるっと、そして膝、そして足、足首、はい、足首って感じで戻してあげて、よいしょ、はい、こんな感じ。これでも足、そして低いからです。そしてここを、ここのね胸の部分をこう内側に持っていくと胸パーツになって、でこの胸パーツになった状態で両方とも下に下げると肩になる。これも両方とも持っていくと肩になる。でこの状態で一旦、後ろの頭のパーツを持ってきて固定、ガチッと、ガチッと固定されるんだね。これすごいね、よくできてますわ。なんかびっくりしてる。へーって感じ。しっていうとこの頭の部分がね出っ張ってるからね、なんか取り外しできるとかにしといたら、まあでも取り外しできると折れちゃう可能性があるからあれか、子供たちが遊ぶと折れるかもしれないのか。でこれを横に持ってきてグッと、はい、こんな感じですね。そして頭のメットパーツつけてあげて、そしてマフラーパーツをつけてあげて、そして銃を持たせると元に戻るって感じですね。うん、よくできたおもちゃだこりゃ。そしてここに細かいジョイントのパーツっていうのがいくつかあるんですよね、こっちの方にも。でこれはおそらく今後タイクーンとか、ここにね緑色のバンドがついてたりするので、そういうパーツをねつける用の穴だと思います。あとはここのパーツも多分何かの追加オプションをペタッてはめるためだと思います。今のところは何かに使うって感じはないですね。うん、ちょっと今後ゾンビレイズバックルと忍者レイズバックル版のやつが、バッファーとタイクーンのやつがね販売されるので、そちらも出たらちょっと購入しようかなとは思ってるんですけれども、ちょっとそれと一緒にまた遊んでいきたいなと思っております。そちらを動画にするかどうか今のところちょっと不明ですけれども、そんな感じです。はい、ということで本日はね RCF、リボルーブチェンジフィギュアシリーズの仮面ライダーギーツマグナムブーストセットのご紹介でした。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。で、普段はですね、こういうおもちゃ関連ではなく、ペットの動画をたくさん上げています。なので、よかったらね、過去の動画、ペット動画っていうのをね、見ていただけると幸いです。ペット動画以外にこういう感じで趣味でね、集めているこういうおもちゃとか、カードゲームとか、あとはゲームもですね、ちょこちょこ、動画としてね、アップしていきますので、何か興味があるところがあれば、よかったらチャンネル登録していってください。そして、まあ私、どんな人で、なんかこいつ面白いやつだなーなんて思ったら、よかったらそれでもチャンネル登録だったり高評価、あとは Twitter、Instagram、TikTok やってますんで、よかったらそちらも見てみてください。ということで本日は以上となります。
それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。